お元気ですか、ボクシムです。今回は BBM 埼玉西武ライオンズベースボールカード2023の開封動画、今度は後編の9パックずつ開けたいと思います。で、間違えてですね、1パックね、常に開封開けちゃったんですけどね、中身はね見てませんのでね、いきたいと思います。Gトリックエンス選手でございます。森脇陽介選手でございます。ブランドン選手でございます。2008年ともに主力で初めて経験した日本一のねカードでございます。これは中村拓也選手と栗山拓実選手のねカードでございます。蛭間拓也選手でございます。金子裕二選手でございます。宮川哲選手でございます。2パック開けたいと思います。こちら今井達也選手のカードでございます。ブランドン選手でございます。長谷川慎也選手でございます。若林学人選手でございます。で、これ青山湊選手のこちらですね、ちょっとかっこいいですねこれね、なんだこれ、ライオンマーク入りのねカードでございます。これ限定カードでございまして、150分の79となっております。なかなかねかっこいいですよねこれ、なかなかね。で、続けていきたいと思います。友崎修太選手のキラでございます。西川マラヤ選手でございます。3袋目でございます。じゃあ平海馬選手のカードでございます。平沼翔太選手でございます。元ファイターズでございます。川野亮太選手でございます。で、大曲蓮投手でございまして、こちらですね、山田陽翔選手ですよね。で、エスペランザカードでございます。こちら50分の40でございます。もうちょっと今日はちょっとね、もう直筆サインカードのね見込みはちょっと厳しくなったかな。与田海人投手でございます。あ、続けていきたいと思います。松田達志選手でございます。4袋目でございます。平井克則選手でございます。児玉亮介選手でございます。今井達也選手でございます。与田海人投手のこれカードでございます。で、陽川直政選手のこちらキラでございます。で、これデビッド・マキノン選手のねこれカードでございます。で、ウー・ネンティン選手のねカードでございます。5袋目でございます。高橋光成投手でございます。
岡田雅俊選手でございます。で、公文勝彦投手でございます。で、田村一郎投手でやりました。直筆サインカード出ましたね、これね。これマーク・パイロン選手ですね、外国人のね、チケット外国人の直筆サインカードが出ました。背番号10番でございます。久しぶりの直筆サインカード出ました。これ左側のね、ライオンがね、ライオンマーク、これかっこいいですよね。で、こちらがですね、89分の71となっています。久しぶりの直筆サインカードゲットでございます。長谷川慎也選手でございます。水上義信選手でございます。残り4袋でございます。6袋目開けたいと思います。平沼翔太選手でございます。高橋光成選手でございます。ちょっとごめんなさいね。で、松本渡選手でございます。菅瀬名選手でございます。で、栗山匠選手でございます。井上博樹選手でございます。金子裕二選手でございます。7袋目でございます。渡辺裕太郎選手でございます。若林学人選手でございます。平海馬選手のね、カードでございます。岡田雅俊選手でございます。松田達志選手のこれキラでございます。佐々木武選手でございます。中村竹也選手でございます。8袋目でございます。チードリック・エンス投手でございます。高木渉選手でございます。カードでございます。今井達也選手でございます。黒田雅也選手でございます。古川雄大選手でございます。陽川直政選手のね、これカードでございます。隅田千尋選手でございます。で、ラストの9袋目開けたいと思います。はい、黒田雅也選手でございます。高木渉選手でございまして、山田陽翔選手でございます。で、児玉亮介選手でカードでございます。で、川野亮太選手のキラでございます。岸潤一郎選手でございます。で、最後は西川愛也選手のカードで締めたいと思います。以上で BBM 埼玉西武ライオンズベースボールカード2023の開封動画を終わりたいと思います。やはりね、久しぶりの直筆サインカードですよ。こちらですね、ね、嬉しい限りでございます。で、ちょっとね、お知らせがございまして、以前やっていたあのプロレスのカードですね。で、プロレスラーじゃないね、カードもね、一部入っておりましたけどね、あの1分間のショート動画上げてましたが、ちょっとね、
1時ね、休止したいと思います。またね、好評であればですね、再開しますのでね、よろしくお願いします。またお金がありましたら、こういった開封動画もやっていきたいと思います。今後はね、読売ジャイアンツ編と広島東洋カープ編かな、でオリックスバファローズ編もね、次々とやっていきたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。